50人のサポーターを作ろう。目標が定まればあとは行動するのみ。むちゃくちゃに聞こえるかもだが、僕は毎日池袋の西口公園に行って女性を探した。池袋西口公園、そこを僕のスタートラインと決めた。探していたのは声をかけてもサクッと断る美しい女性、はっきりとした意志を持っている人だけを対象にした。それは声をかけ簡単についてくる人よりも、はっきりと自分の強い意志を示せる人の方が本物のサポーターになり応援してくれると思ったからだ。決して誰かで構わず声をかけたわけではない。他のナンパ好きの連中と同じことをしても意味がない。